ツワーゲン平見です。今週は貴重な DWA 車両をご紹介させていただきます。今回ご紹介させていただく DWA 車両はフォルスワーゲン最速のマニュアルのゴルフ R です。珍しいゴルフ R のマニュアルです。もちろんロック速です。手で隠れているんですけど、フォーモーションって書いてあるので四輪駆動です。 2000cc ターボ280馬力の DSI エンジンです。正面から見ただけでマニュアルって分かるんですけども、違い分かりますか？答えが知りたい方は、ロックスワーゲン池上のショールームへお越しください。それでは、特徴的な装備の説明をしていきます。まずは、R 専用アルミホイール、225-4018。ミラーは R 専用のシルバー塗装です。ミラーウィンカーもついていて、その下には足元を照らす柔らかな光が。これで水溜りとかがあります。テールレンズは LED、ウィンカーも LED で、バックランプはゴルフ7は両側についています。リアホグは右側だけです。ブレーキランプと同じ明るさなので、街中につけるのはやめてください。バックカメラが作動しているとエンブレムが半開きな状態になります。ナンバー灯も LED で、マフラーが2本ずつの4本出しです。シートは R の刺繍が入った R 専用のレザーシートです。シートはもちろんパワーシートです。室内灯は全て LED です。後ろの席の室内灯も LED です。夜になるとドアの内側にR のイメージカラーのブルーの照明がつきます。スタンププレートにもブルーの照明がつきます。メーターの針ももちろんブルーです。ニードルスイープもついています。エンジンをかけるとき針が動くと気持ちも高ぶります。当たり前すぎて言うのやめようかと思ったんですけど、安全装備ももちろん全てついています。自動運転ももちろんついています。ディスカバープロがついているので、ナビももちろんついています。そしてテレビも見ることができます。ナビの他にもこんなにいろんなことができます。 CD、DVD もついていますし、携帯をつなぐこともできます。バックカメラもついています。コーナーセンサーがついているので、どこに障害物があるのかも分かりやすく表示されます。ゴルフ R には走行モードを選ぶボタンがついています。足回りの硬さを変えたり、コンフォートモードやレースモードを選ぶことができます。お好みの調整もできますし、なんと車内で聞こえるエンジン音だけ大きくしたりもできます。おっと、また大事なことを言うの忘れてました。2016年モデルの新装備、後ろから車が近づいてくるとミラーが光ってお知らせしてくれます。車線変更の時に便利です。また大事なことを忘れてました。悪いところも包み隠さずお伝えしなければいけないので、傷を探していたんですけども、傷がありませんでした。とは言っても DWA 車両なんで、傷はあるんですが目立つ傷はありません。この車両は走行距離が1500キロ、お値段が418万円です。色も一番人気のラピスブルーです。早い者勝ちです。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございます。動画を見てお分かりかとは思うんですけど、非常にレアな DWA 車両です。早い者勝ちになってしまうので、お早めにお問い合わせはこちらまでお願いします。